で、英語はとにかく、うん、小さい時からね、うん、あ、そうだ、12歳の時から、ね、英語を始めてお勉強してて、うんうん、でやっぱり若いうち早くから始めると、うん、頭に入る吸収率が高い、うん、あ、じゃあお母さんが初めて英語を勉強し始めたのが、うん、12歳で、その時は日本の北海道に行って、うんうん、そうだね、中学1年生からスタート、うん、うんうん、そうだね、そういうこと、一般の、うん、その当時の、うん、中学1年生っていうのは英語入ってるよ、英語スタートしてるな、うん、じゃあ、うん、今とは一緒だね、そうだね、うん、あのね、 This is a book とか I have a book とかっていう、うん、そこから始まってるよね、うん、でお母さんはそれとは別個に、うん、あの違う勉強も、うん、スタートした、うん、ね、あの大学生のお兄さんが週2回来てくれて、英語と数学とね、うん、お勉強してたのね、家庭教師の、家庭教師、ね、はい、大学生のお兄さんが、そうね、うん、週に2回、うん、1回何時間ぐらい、うん、2時間くらいやったと思う、うん、じゃあ1回2時間ぐらいを週2回家庭教師のお兄さんが来てくれて、うんうん、ね、英語と数学の勉強をして、そしてあとはラボ、その当時ね、うん、ラボっていうのは何をするところ、一個一個のブースがあのお部屋にあって、うん、でそこでヘッドフォンかけて、うん、それで、まあ、テープ流れるんだよね、うん、それを聞くっていう感じ、それで、質問されたらそれに答えるっていう、それはそういうあの自習トレーニングみたいな、そんな、そういうことなんだもん ね、 だね、誰かそのヘッドフォン越しに、うん、あの、うん、お話しする相手がいる、うん、でもなく流れてるのを聞くっていう、そんなんだと思う、うんうん、でもそういう設備っていうのは、うん、その当時画期的なことで初めての新しい設備っていうことでね、うん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 、それでやっぱりそのなんだかな、ネイティブの、うんうん、イングリッシュを聞いてたっていう、うん、それは1回何時間ぐらい、うんうん、あれもやっぱりだから、2時間、うん、3時間までやってないと思う、じゃあ1回2時間ぐらいそれを聞いて、うん、で、うん、まあ、聞いて何か、まあ、質問に答えたりとかするような、うんうん、徐々にそうなってくるね、うんうん、まあ、耳慣れだよね、音に慣れるっていうことね、うんうん、だって学校の先生がね、あの中学の先生が英語で、ね、読んで、うん、で聞かせるって言ってもすごく下手だよね、うん、英語はね、うん、そういうのを聞くよりはちゃんとやっぱりネイティブの、うん、テープに流れてくる音を聞いた方が、うんうん、やっぱりいいっていうことだよね、うんうん、じゃあ、まあ、学校の普通通りの、うん、あの普段の中学校の勉強プラス、うん、週に2回家庭教師 の、うん、あのお兄さん来てくれて、うん、週2回2時間の勉強と、うん、あとラボでまた2時間の勉強して、うんうんうんね、ってことで、まあ、部活動をする代わりに、うん、あの英語の勉強しを3回プラスやってたと、うんね、で高校に入ってからは部活って言って、あ、英語クラブ、その前に、あの中学の時点で、うん、あの英会話はできるようになってたの、うん、中学の時点ではそんなに自信がないよね、うんうん、だってそんなあの実際に外国人っていうのにね、うん、会うっていうことはなかったから、うんうん、あんまりそれはない、あ、じゃあ中学の3年間はひたすらインプットの期間で、そうだね、特に会話はやってなかったと、うんうん、で中学卒業しました、うん、で高校に入りました、うん、で高校で今度英語の勉強がまた、うんうん、あの部活やったりね、うん、じゃあ通常の学校の勉強プラス、うん、あの英会話の部活動に入ってました、それで日曜日にね、うんうん、あの港はそうね、お母さんが住んでたところからあの汽車でね、1時間かかったところに港小樽っていうところがあって、うん、そこにイギリス船が入ってくるっていう情報を部活の担当の先生が言ってくれるわけ、うん、
それで、ああそう、それじゃあイギリス人と話できるとかって言ってで、みんなで行こうって言って、うん、汽車に乗って、1時間かけて港まで北海道の小樽に行って、うんうん、でイギリス船のあるところに行って、でみんなで押しかけていってっていう感じでそう、で船に船堀さん捕まえて、船員さんね、うん、捕まえて、でお話をみんなでするっていう感じで、うんうん、それはすごく良かった。あ、すごくためになった。それは、うん、もうそのそれは中学、うん、あ中学じゃ高校1年生の時からもうそうやって英会話がもうできるようになってた。そうそう、いつ喋れるようになってたの？いつね、それは部活でね、まあ部活で ほとんど毎日みんな喋りたい人が集まってくるわけ。あ、そうか、じゃあ高校のアフターファイブはみんなそこの英会話クラブに集まって、うん、そうでみんなで英語で喋る、うん、めちゃくちゃ、そうじゃあ毎日、ま、そう英会話クラブで英語で喋ってた。そう、うんうんうん、だからもう喋れてるんだよね、それでね。じゃあもう、うん、じゃあここの早いタイミングで、うん、1年生の早いタイミングでもう英語が喋れるようになってたんだね、うんうん、そう、うん、でその部活の担当の先生も英語が上手だった、喋るのが上手だったの、うん、それでその部活もあの先輩がいたのね、うん、あの高校卒業した先輩とかね、それから、まあ、学年の、ね、うん、高校2年生3年生 の、うん、の先輩がいて、でたまに遊びに来てくれるわけ、部活に。でその人たちも喋るんだよね、うん、だからすごく喋る、うん、あのチャンスが高校時代にいっぱいあった。あ、そうか、じゃあ毎日しゃべり、3年間ずっと喋り続けたっていうのがそうだ、ね、さらにネイティブの、うん、週に1回、ね、うん、ネイティブの船堀さんと、ね、まあ週に1回じゃないけどね、うん、月に数回とか、うん、そうね、それからあとはあの、なんだ、教会の宣教師さんっていうの、があの、うん、いるところをね、先輩が紹介してくれて、うん、で教会に、うんうん、足運んだ。そこもだから英語喋る人たちだから、そこで英語喋る、うん、でね、宣教師さんだからバイブル、ね、うん、をお勉強するわけだよね。でも何でもいいからいい、英語だからってで聖書もお勉強した。結構だからいろいろと生きてる英語にね、うんうん、あの接するチャンスがあったっていうところだね、うんうん、それで大学に入ってって言ってね、うんうん、で大学に入って、まあ、部活は大学も部活をやってたんだよね、うん、でもあんまり、うん、あのはかどらなかったな。何部に入って？いや、英語クラブっていう。それも英語クラブ、うんうん、部活は English Speaking Society っていうふうにね言うんだけどね、うん、で結局英語ができるのが結構その当時ってお母さんがあの筆頭になっちゃったから、あ、一番できる人だった。あまり全部オーガナイズしなきゃいけなくて大変だったなっていうのがある、うん、でその大学時代に、なんだ、まあ、札幌だからね、うん、雪まつりがありますと、うん、で雪まつりで、通訳探してますとかって言ったら、うん、はーいって、ね、手を挙げてでタッ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 と言ってボランティアなんだけども、そうね、それこそケベックから来たカナダ人って言ってね、うんうん、でアーティストなんだけども、うん、氷雪を作ってる人なんだけどね、うん、その、うん、通訳やるってやったりね、うん、遊ばせてもらったんだけどね、うんうん、でそういうところからきっかけで、じゃ あのギリシャからフィアターカンパニーが来るから、うんうん、通訳やりませんってね、あの市から言われて、うん、はーいって思ってそう口コミでじゃあお母さんが英語ができるらしいってことが札幌の中で広まって、うんうん、札幌市、うん、で、うん、そうそう、やってくださいと、うんうん、それからなんかね、どこかの国のなんか市長さんかなんかが来たって言ってね、うん、でその通訳できますって言ったら、はーいって返事してそうそう、もうじゃあ当時英語ができる、うん、あの通訳できる人っていうのが、うんうん、そんなに多くなかったから、いなかった、もう
うん、もう本当にすごくお母さんがあちこちで、うん、学生さん でお金もそんな、まあ、それで通訳のね仕事をさせてもらってたっていう感じで、うんうん、大変良かったですっていう。じゃあもう、まあ、通訳ができるぐらいだから、うん、もう本当にその時は全然ペラペラというか、うんうん、もう問題なく意思の疎通ができるぐらい。じゃあ特に海外に行くこともなく、うんうんうん、しかも北海道にいながら、いながらも中学から勉強がスタートして、うんうん、で大学生の時にはもうペラペラになっていたっていう、ね、そういうことになるんだよね。すごいよね。うん、ねえ、そう。でそうだね。でその後って言って結婚しちゃったから、そのギャップがね、うん、ちょっと大きかったけどね。うん。そう。でも、うん、あ、え、じゃあハワイに留学したのが大学生の、うんうん、大学生の間、うんうん、あのね、その当時は日本の大学で単位を取るわけだよね、うん、卒業するのには 何十単位必要ですっていうね、うん、でその単位、日本で、持ってる単位を、うん、ハワイの州立大で認めてくれるっていうことだったのね。じゃ日本でハワイのそこの大学で取れたら、うん、それを日本の単位にプラス、うん、プラスして、で全部でガッチャンコした数字で卒業できますよと、うんうん、卒業できますって、うんうんうん、それでだから州立大の方はだからそういうことで州立大で卒業一応少々もらったっていう、ね、あ、そうなんだ、まあ、ハワイで卒業少々もらってたのかあんまりそのなんていうかな自覚がないんだけどお母さんどのぐらい、うんうん、でね、だいたいね、18ヶ月ぐらいかな、あ、うん、いたの。あ、じゃあ、うん、あれ、うん、そうか、じゃあ、うん、1年ちょっと、うん、ちょっと、うん、だから大学、あ、1年半か、うん、大学の2年生になってすぐに、うん、あ、じゃあ大学の半分、あ、そうそうそう、半分弱で、それで、うん、うん、州立大に行って。でそこでだからもうハワイではねすごく勉強した。いや、まあそれが目的で行ってるから、うんうん、だから観光地っていうんだけど、うんうん、ワイキキホノルルにねいてね、うんうんうん、でも、うん、ものすごい勉強してた。え、そこでハワイでは、うん、何の科目を、うんうん、それはねコミュニケーションっていう、うん、ジャンルなんだよね、うん、日本にはないんだよね、うんそこで。で、日本では English Literature っていう。あ、じゃあ、英文科だよね。英文科ね。それ、そこから起こって。なんか昔なんか、その部署って関係なく単位でこうやってポンと移動できたっていう、うんうんうん、とこみたいなね、うん。不思議なことです。うん、そっか、だから余計にアメリカ英語でずっと、そうなの、そうなの、一瞬ちょっと高校の時に船乗りさんが愛人さんだから、うん、じゃあイギリス英語がちょっと入って、うん、ハワイ行ってアメリカ英語に頑張って、うんうん、まさにそうだね、うんうんうん、ね、それで、まあ、戻ってきました。戻ってきて、で日本の大学は、まだ卒業証書もらってないからね、日本の大学ではね、うんうん、じゃあ、まあ、日本の大学どうするかなって思ったんだけども、うん、一応、まあ、なんで卒業証書をもらっといた方がいいかなって思って、うん、それで、どうすればいいですかって大学の方でね、うん、聞いたら、じゃあなんか論文でも書くって言われて、うん、あ、なんか書けって言われて、そんな適当で、そうか一応、まあ、卒業できる、そう、単位はね取ってきてるから、書けっていうか、そうですか、じゃあ書きますって言ってそれで終わったっていう感じ、うんうん、で日本の大学はそんなにだから通ってない感じだよね、うん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 、それで終わりですっていうか、うん、すごい履歴はね、うんうん、じゃあもう本当にその時点でね、うん、もう英語ペラペラになっていたと、うんうん、でもね一番目標は同時通訳やりたかったなっていうのが今、うん、ちょっと悔やまれる。それはもっとさらに上の勉強しなきゃいけなかったのね、うんうんうん、でもできなかったっ、ね、もし同時通訳をやるとしたら、うん、そしたら、うん、
どういう勉強が必要なの？同時通訳をやる専門校っていうのがあるの、ね、あ、そういうことか、うん、そこに行かなきゃいけない、ダメな勉強を、そう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 、うん、今のお母さんの、うん、あ、今あの現在のお母さんの英語レベルだと、うん、同時通訳って、うんうん、いや、同時通訳は技術が、あれは技術なのです、英語力じゃなくて技術、そうなのか、うん、だその技術を、うん、のノウハウを知らないとできない、うん、あ、まあお母さんはだから今はね、もう32年もイギリスに住んでるから、うん、夢も英語で見るだろうし、ね、覚えてないけど、うん、で、頭で考えることも全部英語で考えちゃうっていうね、うん、だからあの日本語で考えて英訳するっていうことは一切ないっていう感じで、うんうん、まあ、もしその同時通訳のノウハウを知っていたら、うん、きっとね、同時通訳できているのかもしれない、うんうん、でも専門校に行ってないからわからない、あ、うん、そっかそっか、うん、ね、うん、いや、うん、すごい、もう本当にだから、うん、イギリスは、あ、イギリスはっていうかイギリスに住み始めてね、うんうん、全然支障なく、うん、食べることも支障なく、うん、生活も支障なくって言って、うん、住み心地がいいから、うんうん、結局気がついたら、うん、30年以上住んじゃったっていう、うんうんうん、状況です。いや、どうもどうもありがとうございます、はい、どうもどうも、はい。